I recently had a chance to go out and visit the Hatsuhana Bee Farm and learn from beekeeper Matsubara-san about all the hard work that goes into making local honey. <笑>痛いね。痛いね。顔は痛いね。うん、首から上は痛いね。もう手とか足は平気になったけど。うん。 これ？うん。麻袋。麻袋。そうそう。コーヒーとか入れる麻袋があるじゃん。麻袋で中で箱の中に入れるカバーを作るんだけど、その余った端っこ。うん。これがさっきの麻布の。 これは中を保温するために働き蜂は通れるけども女王蜂は通れない。だから女王蜂はここから下だけに卵を産んで、ここの上は蜂蜜が取れるようになる。蜂蜜ね。 ここら辺が犯人で、こっちは幼虫、子供。子供たち。で、この黄色いのは花粉ね。はい。こうしたら、蜂蜜が出てきますって。こういう壊れてるところはすぐ集まって直してるんで。へえ、すごい。これ新しく女王蜂を作ってるところ。ああ、そうね。そうそうそう。 この中には、この白いのがロイヤルゼリーね。色塗っちゃってるから<笑>、はい、マーキングしてるからちょっと色がね、新しい女王蜂が生まれる前、はい、分蜂って言ってスウォーム半分出ていってしまうんで、 なので、これは取らないといけない。かわいそうだけど。働き蜂は全部メスなんですよ。はい。そうですか。そう。で、女王蜂もメスでしょ。で、さっきのロイヤルゼリーを食べてると女王蜂になって、そうでないと働き蜂になる。ここにさ、オレンジ色の谷がいるでしょ。はい。これが蜜蜂の一番の敵。 は結構いっぱいいるな。へえ。うん。こうなったらちょっと気をつけなきゃいけない。人がマネージメントしてる方が、オスが少なくて、蜂の群れの大きさも大きい。自然の中にはこんなに大きな巣はないね。餌が足りなくなったら与えるし、日本だと、 オオスズメバチっていう大きなスズメバチがいるから、それがミツバチを食べてしまう。僕らがマネージしてるやつは、スズメバチをブロックすることができる。そこが大きな違い。かかる？ 1日かかるかな。<笑>1日じゃ終わんないこともあるよ。収穫をしたりとかね。だから1週間3回ぐらい行って。そうそうそう。見るのは3月から見てる。みたい。うん、11月まで。え、うん。結構長いね。結構長い。大丈夫。花粉の種類が違うから、 アレルギーは杉とかヒノキでしょ。うん、風に飛ぶ花粉だから、これは大丈夫。初めてね、驚いたのはこうやって女王蜂を取ったりとかオス蜂を取ったりとか、うん、まあ、割と何たくさん殺さないといけないっていうのはね、あんまりちょっと良くないな。ここの蓋をナイフでカットして、あ、はい、で、
あの遠心分機械でこうぐるぐる回して、これで2キロから3キロぐらいは重たい。重たい。へえー、すごい。一番ベースになる薄っぺらいのをセットして、はい、その上にミツバチが全部こう作ります。へー、すごい。働きバチは今の時期だと2ヶ月ぐらい。え、うん、短い。短いね。だから女王バチが毎日たくさん卵産んで、たくさん新しい蜂が生まれてる。クイーンは4年間4年ぐらい5年ぐらい、うん、だけどやっぱり年を取ってくると卵を産むのが少なくなってくるから、やっぱりもうそこはもう交換、新しいクイーンに変えて30分ぐらい、大体ね20分ぐらいでやるかな、いつも。だから全部だったら1日ね、うん、1日。すごい。一番好きな時は、僕はね、新しく生まれた女王蜂が卵を産み始めた時、そしたらこの群れはもう大丈夫、ああよかったって。いいね。やっぱりこう、あの季節で咲く花が違うから全部味が違う。何回とってもその時で違う味がする。ほら、花によって、色が違うでしょ。あ、はい、取った。全部違う色が。までが3キロぐらいまで。3キロから。だからやっぱり宮島だけ。うん、だけ。海は渡らないし。宮島では絶対やりたいと思ってたんで、まあそれができてよかったなと。割とおとなしいでしょ。で、自分の王様かそうでないか、他の王様かをもう全部匂いで見分けるから、ものすごくこういい触覚をしてる。すぐ分かる。それはもう蜂の数がいっぱいいるかいないか、はい、あとさっきみたいにダニがいるかいないか、スズメバチ、日本のオオスズメバチの女王バチです。で、これはミツバチを取りに捕まえに来てたのを僕がパチッと僕がやっつけて、やっぱり食べられちゃうんで、うん、で、これ今の時期はまだ女王バチなんだけども、これが子供を育ててたくさんの働きバチが来るようになったら大変なので、なので女王バチの間に殺す。でも本当は畑にとってはあの青虫、芋虫とか害虫を毛虫とか食べてくれるからいい虫なんだけども、ミツバチだけはちょっとごめんねって。大きいでしょ。大きい、うん、怖い。これに刺されたら痛いね。で、ここに大きな顎があるから、いや噛んだら痛い。So some of the key things that I learned from this experience were how much diligence and care is necessary to take care of bees, how they need to be near a clean water source. So the pristine water on Miyajima Island is perfect for them, how they shouldn't be near rice paddies because there's so many pesticides. So having bees near agriculture seems like a perfect combination, but unless it's organic, it actually is dangerous for the bees.
So the situation on Miyajima next to organic farmers is perfect for the farmers and perfect for the bees and for making honey. So overall, I learned so much from this experience and I really appreciate all of the time and effort and care that beekeepers like Matsubara-san put into the industry and create such a high quality product. I also appreciate how Hatsuhana Honey uses all reusable, recyclable containers. They don't use any plastic containers. Whenever I eat or buy honey again, I will certainly appreciate all of that hard work and effort that goes into quality of raw honey from local sources.